おっと、音が出てませんでしたね。そっか塾の久保でございます。改めまして。あの、今日ね、ちょっと今届いたんですけども、昨日発注して今日届いた、実はね、スピーカーがあります。ガーンって。YouTuber さんも結構紹介しているスピーカーだったんで、信用して買ってみたんですけども、果たしてどうかなっていうとこですね。というのが最近ね、あの、Netflix を見ていても音量がちっちゃくって、ものすごく聞き取りにくかったんで、多分スピーカーがもうね、行かれてきたのかなっていうふうに思ったんですよ。 もともと300円か500円か1000円ぐらいの、うん、どうでもいいスピーカー使ってたんでねまあ寿命が来てもしょうがないかなと思ったんですけども試しにね試しに買ってみましたでこちらの YouTuber さん一押しのスピーカー高いのかっていうとね安いんですよ実はえ1490円安物買いの全入しないかもしれませんでもなんかね YouTuber さんがね本当にね比較してこれがいいよって言ってたんですよ ご購入ありがとうございます。手書き。この製品が楽しい時間のきっかけになりますように。ありがとうございます。マニュアルがついてます。まあ見ないですけどもね、マニュアル。で、スピーカーね、結構ね、かっこいいんですよ。うんと、もう雑に出しちゃいますよ。もう箱にはもう何も入ってない。ね、えー、っと。はい、こんな感じでございます。ね。あの、置いた時にね、こういうふうに斜めになるの。 だから上の方にこうやって出るタイプなんでいいでしょで、スピーカーこうグーッとついててね。で、USB で一発オンなわけですよ。電源も USB から取ってくれるんで、ほんとお手軽って感じです。ちょっとこれをね、これから試してみようかと思います。はい。どんな音量が出るかはね、ここでは <laughs> ちょっとやりたいんですけども、編集したりなんでめんどくさいんでやりません。とりあえず、買いましたっていう報告ですね。ファンゴリーってやつ。 ね。ファンロジー。スピーカー。1490円。アマゾンで買いました。ファンロジーね。多分他の YouTuber さんもね、結構ね、紹介してると思うんですよ。ま、使ってみました。1490円ね。それじゃ。